はい、それではね、今日は運気を良くする方法についてね、お話しさせていただきたいと思います。ね、まあ誰でも、男性でも女性でもですね、特にまあ女性の方はね、やりやすいと思うんですけども、まあ案外ね、男性の方でもね、意識の高い方ですよね。だいたい10代、20代の男性陣ですよね。眉毛とかね、ちゃんと自分でパッてメイクじゃないけども、運気良くするためにね、綺麗に整えてらっしゃる方多いんですよね。あれはすごいなと思います。ね、案外ね、年下の子って言ったら、ね、経験少ないんですけども、まあ自分と比べてもですよ。まあ私も40後半ですからね。うん、でもね、20代とか10代、まあ本当高校生ぐらいの子ぐらいからかな。うん、もう早かった中学校ぐらいの子でも、眉毛ね、ちょっと描いてみたりとか整えたりとかしてる方がいらっしゃるんですよね。いやー、偉いなーと思います。やっぱりそれちょっとしたことなんですけどね、やるやらないで全然変わってきます。で、特にって言われたらね、人相って、まあ、人相学とか観相学ってあるんですけども、まあ両方大事なんですけど、まあ、観相学って言ってね、自分の運気を良くするためにちょっとメイクをとかをねして、運気を良くするっていう形にね、持っていく方法があるんですね。特にまあ観相学でいけば一番ね、簡単で結果が出やすいとか効果が出やすいやつをね、伝えていきたいと思います。で、それは何かってやっぱしね、眉毛です。で、今日一番最初やからね、眉毛のこのね、眉毛と眉毛の間の眉間のところがありますよね。うん、ここをね、目ぐーって言います。これですね、命のぐーって書きます。命の宮と書くんですよね。めぐーって言うんですけども、まあ、ここがね、実は運気がね、外から入ってくるんですね。で、ここがね、もしね、産毛がいっぱいとかね、もじゃもじゃしてるとかね、暗かったりとかすると運気がね、入ってきにくくなります。家で例えたらね、玄関みたいなとこですね。家の玄関ね、ドア開けてただいまって帰ってきたのはいいけど、もう家族みんなの靴が、ね、あっちこっちいっぱいあったらどうです。いい運気入ってきても、ただいまって言ったけどさようならって帰っちゃうんですよね。そうなるとちょっと残念やからね。だからまず家の中のね、靴もそう、ちゃんと揃えるっていうことね、これむっちゃ大事です。で、あともう一個ですよね、靴を揃える。で、それができたら、まあ仮想はすごく良くなって生きやすくなるんですけども、それと同時にね、自分の眉毛のこの眉間の間のところ、ここも産毛があったらまずね、ちょっと切るとか抜くとかね、女性の方は特にやってらっしゃるかと思いますし、まあ若いね、男性陣で意識の高い方はやってらっしゃるかと思いますね。で、私はあったら、まあ、あんまり細かくまでやらないんですけど、ざっくりなんですけどもね、まあ、私の場合は洗顔ね、してからね、ちょっと眉間、ね、鏡見ながらね、暗いなと思ったら、100均とかでも売ってるんですけど、化粧とかね、ピンク色のやつとかオレンジ色とかなんか塗るやつありますよね。こうやって私ここまでしないんですよ。だけどそのピンク色の分とかオレンジ色私好きなんですけども、そこをちょっとね、チークみたいな塗るんですよね。そうするとね、明るくなるっていうのがあります。で、女性の方はまあそういうのを普通にやってらっしゃるかと思いますけど、男性陣でもね、明らかに塗ったなっていうんじゃなくてね、ほのかにあるなっていう程度でいいんですけどもね、ちょっとね、明るいピンク色とかね、オレンジ色みたいなのをちょっと眉間のところ、うん、毛を抜いた後とかにね、塗っていくとね、運気って変わってきたりしますね。で、まあここですよね。まあ明宮っていうのは、まあ家の玄関と同じですよってことですよね。まあ、ちょうど眉毛と眉毛のここの間のとこですよね。うん、で、ここがね、やっぱし狭いとかね、暗いと自分の運気がね、入ってきても、100% 入ってきても 20-30% しかね、活躍してくれなかったりしたらちょっと残念ですよね。だからここのね、眉間、まあ、大体2本ぐらいですね。2.5 本ぐらい、まあ、3本入る方あんまりいないと思いますけども、まあ、大体2本ぐらいですよ。うん、で、ここ明るくしとくとね、運気ってずっと入ってきます。で、このね、明宮っていうのは何を表してるかっていうことなんですけども、まあ運気が入ってくる場所であるんですけども、まあ、ここがね、明るくなってくると大体ね、自分の願望はね、こうしたいとかこうありたいとかっていうね、願望達成、これがね、一番
達成しやすい場所になってきますね。で、願望達成していくうちに、まあその手前でね、その経過とともに自分の元気の気っていうのがね、ぐーっと上がりますね。で、元気の気がぐーっと上がってくると魅力的になるわけやから、結果的にね、まあ、健康ももちろん良くなっていくし、生活運とか精神的なこともそう、あんまり小さなことで悩まなくなってきます。器が広くなっていきやすいんですよね。だからおすすめですっていうのと、まあ、金運ももちろん結果的に最後に上がってきます。いきなりガンと上がらないんですね。まずは自分の元気の気がぐーっと上がるから健康も良くなるし、生活運とか精神運上がっていくんですね。で、結果的に最終的にはこの金運が自然に上がっていくっていう流れになってきます。まあ、特にこの願望達成のね、場所ってよく言われます。で、まああと何をするか、もう一回ね、軽く今口頭で言いましたけども、まず洗顔ですよね。まあメイクする方はもちろんメイク落としとかやってもらったらいいんですけども、そこでもね、まあ、ポイントで、ね、あんまりね、洗顔もね、ゴシゴシとかね、きついやつ使わない方がいいと思います。もうメイクしてる方はメイク落としとかちょっと使わないといけないっていうのがあるんですけどもね、油とかをね、やっぱ顔に塗るわけですからね、それをちゃんと落とさないとシミとかシワとかのね、原因になってきますから、男性陣そこまでね、メイクとかまではいかないと思います。桑田投手のね、息子さんのマットさんですかね、あくまで行くとちゃんとメイク落としとかやってた方がいいと思いますけど、まあね、価値観の問題やから、好きな人は、まあね、きっちりやったらいいんでしょうけども、まあね、簡単にってなったら、本当眉毛だけちょちょちょっとね、短い人は長くするとかね、あと薄かったらちょっと濃くするとかっていう風にしていくと運気ってぐーっと上がっていきますね。もう不思議なものなんですけどもね、まあ、第一印象ね、パッて見た時に、まあ、その人の顔見て、服見て、靴見てっていうのがね、一瞬でバッとなるんですけどもね、その中でも顔の眉毛ってむちゃくちゃ印象がね、大きくなってくるっていうのがあったりしますのでね。で、まあ、洗顔して、まあ、眉間の産毛があったら抜くとか剃るんですよね。その後はスキンケアでね、ローションとかクリームをちょっとね、塗っていかれるといいと思います。まあ、私はお風呂入った後ですよね、大体仕事の終わりに、まあ、ご飯食べる前かとかにお風呂入りますよね。で、その後スキンケアでね、まあ、ローションとクリームとって塗るわけですね。おすすめのなんかローションとかクリームあるのって言われる方たまにいるんですよね。まあ自分の気に入ってるやつでいいんですけども、ちょっと肌が弱いとか色素沈着とかね、シミが気になるっていう方はシルク 100% のね、ローションとかクリームっていうのが実はあったりします。あとはサージっていうクリームを私は使ったりとかもするんですけども、それを使うとね、肌ツヤすごく良くなります。特に女性の方とかね、化粧のりが全然なんか違ってきてないけどとかね、でずっとね、化粧水とかもシルクの 100% のものを使っていらっしゃる方は、皮膚の再生がね、すごくきめ細やかになるみたいなんですよね。やっぱり使ってると違うっておっしゃる方多いんですね。と、私は皮膚毛ね、痒くなるんです。お風呂上がりちょっとゴシゴシとか洗いすぎて角質が落ちていきすぎるんでしょうね。で、真冬がいつもね、この腰の場所が痒くなるんですよね。でもね、そのローション使ってから、シルクのローション使ってから痒くなくなってきたんですね。これいいなって思ってね。もちろん顔に塗るやつやったんやけど、まあ塗ってるとね、そういう痒みも収まってきたりとか。あと患者さんでいけばアトピーとかね、汗腺とか嚢胞の方とかニキビの方にもね、勧めたりしてます。やっぱ調子いいみたいですよね。で、そうやってまあ自分の合うローションとかクリームね、塗っていただけるとよりいいかと思います。ね、まあ、スキンケアして、でその後にね、メイクですけども、まあ、100均のところに実は売ってたりとかします。ね、もうよくご存知の方もいるんですけど、いいのは別に買わなくてもまあいいんですけど、眉毛ね、短かったら長くするとか、薄すぎたらちょっと濃くするぐらいでいいんですよ。で、あとね、ちょっと眉毛はまあ兄弟分ってよく言うんですけども、まあ、その上なんかもね、フグとフグとかあります。まあ、そこをさらに明るくしていくと、さらにね、それこそ金運がグググッと上がっていったりとかね、兄弟運とか家庭運良くしたければ目尻とかね、眉毛と目の間のね、
場所ですね。まあ、うん、そこを明るくしていくとか、目のまぶたの下なんかもね、ちょっと明るくしていくだけでね、あの人間関係が良くなったりとかね、あの家庭運が良くなったりとか、夫婦関係良くなったりっていうのが実はあったりするんですね。まあもちろんその外側だけじゃなくて、もちろんお互いが歩み寄るっていうね、心遣いとかもちろん大事なんですけども、まあ、まず形かなっていう場合はね、そういったところもあのちょっとねいじくっていくじゃないけども、まあ、あのちょっとあのプラスでやっていくとさらに良くなるっていうのが実はあったりしますね。まあ、今日はね一番最初の、ね、誰でも簡単にできるっていうのはこのね、まあ、明宮っていう分ですね、この眉間のところ、ここを明るくね、綺麗に明るくしていくと運気ってすごく良くなっていくっていうのがありますね。まあ、ここですよね。眉間が広くて明るいっていうことはね、玄関と一緒、家の玄関と一緒やから人が集まってくるんですよね。人が集まってくると自然にお金も集まってきますね。心もオープンになるからね、信頼感も高くなるっていうね、いいことづくめですね。だからもしね、自分の運気ね、もっと今でもいいんやけど、もっと上げたいなっていう方はちょっとね、この眉間のところ、狭い人はちょっと広くね、でちょっと明るく綺麗にしておくと、あの運気がスーッと入ってきやすくなりますね。というわけでね、今日はね、あの乾燥学の、まあ、入門編みたいな感じですけども、自分の運気をね、あの男性でも女性でも簡単に上げていくことができますね。まあ、あのまずやってみて、続けてみてください。1ヶ月から3ヶ月続けていくとね、なんか知らない間に変わってますね。はい、では今日もね、見ていただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ではさようなら。